ビナターは、インド神話に登場する女性。クシャの娘の一人で、カシュヤパセンの妻、アルナ・ガルガの母、白馬・ウッチャイ・ヒシュラバスの色をめぐって、姉妹のカドゥルーと掛けをした。カシュヤパセンは、シャの娘を多く目取ったが、その中でも、特に、カドゥルーとビナターに満足していたので、二人に、何でも願いを叶えると約束した。 カドゥルーは共に等しく偉大な千の息子を望んだが、ビナターはカドゥルーのどんな子供よりも優れた二人の子供を望んだ。そして二人はそれぞれ卵を産み、500年間保管した。ところが500年後、カドゥルーの卵がみな孵化し、千の長が生まれてきたのに対し、ビナターの二つの卵はどちらも孵化しないままだった。ビナターが焦って片方の卵を壊し、無理やり孵化させると、 中にいたアルナの体は未成熟で上半身しか形成されていなかった。アルナは怒って500年間カドゥルーの奴隷になるよう母を呪った。アルナはもし本当にカドゥルーの子供たちより強大な子供が欲しいならばさらに500年間保管しなければならないが、500年後に生まれてくる兄弟はビナターを奴隷の身分から解放してくれるだろうと忠告し、天に登っていった。 あとにビナターは、カドゥルーがウッチャイヒシュラバスの色を尋ねてきたとき、白色だと主張し、賭けをしようと言った。カドゥルーは負けた方が、奴隷になることにし、策略を用いて、賭けに勝利した。敗れたビナターは500年間カドゥルーに仕えたが、その後生まれた、ガルダの働きによって奴隷から解放された。なお、マハーバーラタの特殊な神話によると、ビナターは章に襲う病魔の一つ。 取りマとして数えられている。ありがとうございます。